旦那さん、なんか今の若者にさ、メッセージ。若者、うん、メッセージって言っても、そうだね、なんて言ったらいいのかな、まあ元気で、誠実に頑張ってもらえと、うん、長生きすることは何なの。長生き、うん、体を動かすことだね、うんうん、僕は現役時代1万歩歩いてたからね。へ、で定年になってからまあ5、6千歩、うん、でも今もですって1万歩ぐらいすぐ行っちゃうからね。お、うん、やっぱ歩くのはいいんだね。歩くない、いや健康法って言ったら歩く。現役時代は何をお仕事なさってたんですか。僕はね、あの人間の頭脳、電気のね、うん、あの安定供給の責任者でした。はあ、定年の時はね、うん、まあ部下が30名、直属30名で、管下に100名の部下がいたんだけどね、うん、要するに東京を中心としたね、うん、僕のエリアは東京、埼玉、群馬、新潟と、うん、その関係をね、の安定供給の責任者だった。はあ、うん、だからね、停電させたら大変なことになるから、うん、もうそういうことでね、もう非常に苦労した。もう、でなんつうか、仕事は手順通りピシッとやらないとね、もうすぐ事故につながるからね、うん、事故が起こった普通手順間違えても、あ、ちょっと消しゴムで消してとか、うん、ちょっとそれ、ところが僕らの場合はね、大事故なんですよ、大停電なんですよ、うん、それはほら、なぜかっていうとね、電気を流れるそのスイッチがあるでしょ、うん、そのスイッチ操作が間違えるとね、うん、間違えるっていうか、あの大きな電気を切る遮断器というのが、うん、こう簡単に切る過程みたいにスイッチがあるわけです。その順序を間違えて大電気が流れてるところをちょっとやって切ったりして、バーンになっちゃう。だから絶対に手順を間違えないっていうこと。あ、うん、そうかそうか、いくら慣れてる仕事でもね、うん、それをね、私は責任者としては教えて、うん、まあ私の責任者の間には、ね、なく全部食い止めてきた。よかったんだ、徹底的にやったんだ。だからそれが家庭生活に入ってもね、うん、うちの仕事もみんな手順通りだから忙しいのよ朝起きてね、飯食うまで1時間かかんだよ、ああ、もうちゃんとこれとこれとこれと決まった通りにやったよと。決まった通りで、ね、朝戸を開ける戸もね、いっぱいあるんだよ、ちょっとでけえもんだからね、43坪もあるんだよ。違って、うん、ね、じゃあ戸を開けるだけでも一仕事だ。うん、戸を開け、それから食事の準備ね、それから表出りゃもういろいろあのゴミがね、通りとか庭があるわけ、それこうやったりさ、で仏様を批判して、それで最後に飯を、あ、そうしとけば今度は夜寝る時までちゃんとこういう手順を踏んで安心して寝られるわけだ。そうそうそう、そういうことです、うん、要は手順通りやるってことが大変なことなんです、うん、簡単なようで一番ね、それで後で気がついて失敗した人はみんなその手順通りやってないからな。そうそうそう、そういうことだよ ね、だからそれは全て人生の、ね、もう指針になってるわけだ。そうそう、そんなことで、ね、忙しいんですよどうね、うん、のんびりとね、こたつやったってテレビばかり見てらんないのだけど人生で一番楽しかったことは何ですか。え、もう最高に楽しかった。そうだね、最高に楽しかったことは、僕はね、うん、今あのなんていうかな、学歴がないわけよ、市川の工業学校しか出てないんで僕は、うん、でも会社ではまあ、うん、こう上がった都内のところまで行ったからね、まあ、取締役にはなんなかったけど、うん、その下ぐらいに、ね、うん、なったから、それは私が非常に努力してね、うん、土屋で何か分かんないことあったら土屋に聞けと、こういうことにまでなっただけ、ああ生き字引になるぐらい努力してた、仕事の生き字引になった、うんうん、それでね、上の人から、うん、普通は大学出てなきゃこう上のあれになれないんだけど、僕はあの新生高校、夜間の新生高校しか出てないんだよ、工業学校から夜間の、うん、そんな程度の学歴でね、それでも学歴で飛ばしていっちゃったわけだ、そんな、ね、学歴関係ない、関係ないし、ね、仕事で、あいつは仕事で認めてもらっちゃったわけだ、うん、見なされるだけ俺は努力したから、ね、あ、やっぱりそうだね、
うん、その努力を認めてもらったことが最高に嬉しかったね、うんうん、なかなかできないことだよね、うん、でお前ら真似してやってみろってできやしないよねそうだね、そうだね、それはいいお話聞きました、うん、そういうことなんですね、はい、うん、まああと3年で90になるけども、うんうん、まあ一応目標100だけどね頑張りましょう、うん、良いなことじゃないです、はい、では新年早々いいお話聞かせていただいてありがとうございました、はい、まあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。